はい、僕の夏休み3日目ですね。おはようございます。ちょっと間が空いちゃいましたね。前回は、なんか子供たちのたまり場みたいなところ見つけたんだな。お隣の花咲さん、今晩戻ってくるってさ。誰？お化けだよ。では、いただきまーす。おじちゃんのご飯大盛りだね。めっちゃ大盛りじゃない？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ブーテイ、残念。さて、前回からちょっと間が空いちゃったんですけども、まあとりあえず移動しながら湿気移動しながら、ちょっと待てよ。牛にあげなきゃいけないから、こっから出ればいいんだな。あ、まあいいか。これさ、鶏に気づかれずに、まあとりあえず逃がしとくか。これ相性、僕ら2で言うとこの剣棒みたいなもんでしょ。特に何にもないわ。やっぱ何にもないわ。今あって言ったのは砂糖水を台所行けばよかったね。何かいるかな。やったね。やったね。ちょかっとこれ。ちょっといっぱいになるまではあれかもしれんな。何かいるかな。貯めといてもいいかもしれんな。何もいないよ。あ、じゃあもういいよ。で、ちょっと間が空いたんですけども、おじさん、おじちゃん、おはよう。そうそう、僕くん、そこにベルトコンベアがあるけど、ドキちょっと壊れてるみたいな。壊れてる？うん。電源を入れっぱなしにしておくとおかしくなることがあるから。絶対に触っちゃダメだよ。ごめんね。ごめんね、おじちゃん。もう触ったんだ、それ。いいかい。コンベアを使っちゃいけないからね。なるほど。おじちゃんは、便利なあれを教えてくれる。ね。よしよし、触れってことだなって顔してたね、今の。はい。ついでに台所行った時に、冷蔵庫見ればよかったなと思って、砂糖水のついでに。僕くん。うちの牧場の牛さんたちの名前教えてあげよっか。うん、教えて。教えて教えて。この子はね、アントワネットって言うのよ。アントワネット。この牧場一の美形なんだけど、一番のお年寄りでもあるんだわ。いくつなの？この子は12歳かな。じゃあ僕より少しだけお姉さんなんだ。うん、そうだね。そうね。二日目あれだもんね。教えてあげようかってリボンしか教えてくれなかったからね。僕くん。今日の晩御飯は何でしょう？ヒントです。はい。牛のお肉を使ったことないんだわ。なんかな、牛を目の前になんかちょっとやるせないな。塩辛じゃがバターかスパゲティセット、どっちかだよな。でも塩辛で牛ってことはないよな。スパゲティセットじゃないか。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。はい。で、コリボンですね。コリボンに、これで、よいしょ。これさ、もちろん自分で飲むっていうのを、ちょっとやってみようかなと思ったんだけど、前回さ、これ一杯で出なくなったじゃん。よし。これをコリボンにあげればいいんだ。ってことはさ、僕が飲んだらコリボンのミルクなくなっちゃうんじゃねえかなと思って、ちょっとできねえな。お腹空いてた？コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。かわいい。うーい。そうね、もっと飲みたいでしょうね。どれぐらい飲むんだろうね。俺覚えたよ。ここでさっさっさってやるんでしょ。さっさっさ。はい、乳搾りしまーす。あれ、出ない。
お前、お母さんなのにいつも出ないな。よし、奥行こう。アントワネットな。頼むぜ、アントワネット。コリボンめっちゃ見てるじゃん。出た。でね、なんだっけ、Bluetooth のイヤホン、片耳のね、イヤホンを買ってきまして、ペロリン。なので今スピーカーからはね、ゲーム音は出てないんですよ。お腹空いてた？コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。かわいい。で、ちょっとマイクの方の設定もいろいろいじったんですけど、マイクの音だけはね、スピーカーから出てる。ぐるぐるマッサージ？何ぐるぐるマッサージって。左スティックを回転させる。あ、はい。これ何？ぐるぐる？めっちゃ回せばいいの？え、どういうこと？どれぐらい回せばいいの？ちょっと待って。よいしょ。逆回転難しいな。え、どういうこと？これに何の意味が？ねえ、ボーナス確変入る。ブシャー出る。あ、そういう。へえ。新しい要素よね。で、なんかね、あ、そうそう。マイクの録音デバイスの方の設定で、このマイクの音を聞くみたいのがあったんだけどさ。それにするとね、Bluetooth のヘッドホンから俺の声が聞こえてね、スピーカーからは出なくなるんだけど、試しにそれを録画してみて、聞いたら、なんか俺の声だけ、前回までのゲーム音みたいにエコー状態になってて、よくわかんない状態になってたんで。とりあえず、スピーカーから俺の声を今、途中でね、マイクが切れたらわかんないので。はい、出ないらしい。これぐるぐるマッサージしたらいくらでも出んのかな。僕くんがやらしくお乳をいじります。どうか。大丈夫かな、これ。まだ出る。これ多分あれだよね、とりあえずこんなもんかなって言ったら 500cc なんだよね。どれぐらい飲むんだろうね。今日の分は全部出し切った。まだ名前も知らないあれだけど。お乳ありがとう。お腹空いてた？コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。あ、なるほど。じゃあもう行こうか。よかった。ご満悦で何よりなんだ。ツバメを見に行きましょう。虫取り紙ってどこにあるんだろうね。どうやらオエドリが卵を温めているようだ。はい。これなんかそんなに頻繁に来なくても変わんなそうな感じはあるけど。
でも、わかんないもんね。ちょっと待ってね、今、地図を思い出してるから。あ、そ、はい、まあいいや。で、こっち行くと、緑ちゃんがいなくて、とりあえず滑るんだね。戻れるのでは。これ以上登れないか。ちょっとこの傾斜をうまく使う。ダメか。なんかちょっと右の方に行っちゃったので、この左の、そこに入りたい。ここの裏とかにない？王冠、王冠ない？絶対遊び方間違ってるな、これな。ここのなんか間とかに置かないかな。じゃあ投げればカットします。あればそのままだけど投げればカットします。いったんじゃないか。よし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 。カナダ。カナダ系。これでもここには用はねえな。あ、そこ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 、ちょ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 。あ、ダメでした。はい。まあ、カナダをゲットしたのでね。でね、ここを降りたときに、そう、レンガがあったんですよ。自分の動画見直してて、レンガ見つけたわ。で、ウーテイさんじゃねえ、今日も俳句やろう。こんにちは。よし、またまた一句できたべ。はい。風かおる、この家今夜はジンギスカン。いいよ、80点だけど、待って、それは今、この家から香ったってこと？なかなかいい評価だべ。いいセンスしてんな。ジンギスカンなんてメニューはなかったよ。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。もしくは牧場だから牛臭いってこと？待てよ。風香る。かけっこし。夏、待って、夏どう？ココナッツ。かけっこしたっけ、裸足の季節。風香る、かけっこしたっけ、裸足の季節。どうよ。まあまあだな、採点は。次回、また精進して頑張るようにな。おう。手駒が少なすぎるんだよ。ん？また何かよっかい？トラックに乗せて。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。あ、やっぱ牧場の向こうなんだね。はい、どうもありがとう。なんもさ。なんもさ。で、これ右に行くと牧場だから。まだ地理を把握できていない僕くん、ね、サムネになっていくか分かんないけど、左に行くんだよね。で、ザリガニ。
ここまださ、行ける場所わかんねえんだわ。お、やったよし、来た。中くらいのザリガニね。レンガを見つけないとダメかな。はい。あ、あとここでも見つけておこう。何かいるかな。やったね。新しいの来た。イエーイ。コクワガタ。あれ？ニューだよね。よしよしよし。何かいるかな。何もいないよ。なんもさ。レンガって先に置いとけるのかな。ああ、なんか5個全部集まってから。えい、今日も来たぜ。まずは、リーダーに挨拶。ねえ、だんだん北海道弁が移ってこない？どういうこと？前にうちの学校に関西の子が転校してきたんだけど、たった1ヶ月くらいでクラスの子がみんな関西弁になっちゃったんだわ。移ったの？そういうこと。関西強えな。何か聞きたいことあっかい？虫相撲の勝ち負け。虫相撲は土俵から出てしまったり、スタミナがゼロになったら負けさ。うん、知ってる。まだ何か聞きたいことあっかい？一応全部聞こうか。戦わせる前に背中を押して虫を興奮させるべさ。そうそうそう、技はね、出しやすくなったりするけど、怒って技を出しやすくなるのさ、うん、背中押しは試合中にもできるぜ。え、マジで？押した回数によって怒り方や怒っている時間の長さが変わるんだ。いろいろ実験してみな。え、マジで？まだ何か聞きたいことあっかい？負けた虫はどうなるの？で負けた虫は今日一日だけ使うの禁止さ、うん、でも負けた虫なんてみんなすぐ虫公開に出しちゃうんだわ。つまり欲しい虫が出てきたらとにかく勝って虫公開に出させるべさ。なかなかシビアな世界ですね。まだ何か聞きたいことあっかい？虫ランクってのは土俵の左上にあるやつさ。僕たちが土俵に出す虫の強さをリクエストするためのものなんだわ。うん、強いとか弱いとかやね。強いでたくさん勝たれたらこっちも本気でもっと強い虫を探してこなくちゃなんねえね。キングになるな。まだ何か聞きたいことあっかい？虫交換ノート。俺たちが虫交換ノートに書いた虫は僕ちゃんのとバクることができんのさ。あのノートのところに自分が成長させた虫を持って行ってどのくらいの価値なのか調べることもできんだね。あー、なるほどね。まだ何か聞きたいことあっかい？下があったでしょ。まあ同じ種類の虫なら普通は大きい虫の方が強いさ。うん。まだ何か聞きたいことあっかい？あ、そこに例外はないんだ。虫は何度も戦うと強くなるべさ、うん、知ってる。できるだけ勝たせた方が成長が早いから、まず虫ランクの弱いでたくさん勝たせて、そっから強いの試合で実戦を学ばせんのさ。昨日弱いで負けたんだよ。まだ何か聞きたいことあっかい？もうないよ。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。しょうがねえな、こいつにも話しかけてやるか。お前そもそもなんでこっちに来たんだ？僕、弟か妹が生まれるんだ。け、俺なんか姉貴がいるんだぜ。だから？しかも二人さ。だから？つまりどういうことだってばよ。なあ、僕ちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか？コクワが、あ、捕まえたからね。コクワは育つのに時間がかかるけど、苦労して育てればすっごく強くなるのさ。コクワの自分ボンバーは強力だぜ。まだ何かあるかい？もうないよ。じゃ、また用があったら話しかけてくれよ。さて、ほんの少しだけね、予習してきました。また来たんだ。うん、ゴム飛びしよっか。よし、来い。ほんのちょっとだけね、練習じゃない、予習してきた。ちょこっとゆっくりやるからね、はい、タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押すんだよ。1、2、3。はい。スイカはやっぱりおいしいぞ、種種どこまで飛ばそう。
あれ、アリ、あれ、ギャ、アリ、うわギャ。全然でしたね。まだまだダメね。そうだ、私が見本を見せてあげよっか。いや、お見本はいいです。いいえ、結構です。ストンって座るな。ゴム飛びしよっか。あー、もう一回だけやらして。あのね、ちょっと音にラグがあるかもしれん。じゃあちょこっとゆっくりやるからね。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押すんだよ。はい、1、2、3。はい。スイカはやっぱりおいしいぞ。種種どこまで飛ばそうか。食べれるところは赤いぞ。あれ、うわー、ギャッ。アリ、あれ、あれ、まで食べたらキリギリス。やっぱあの連続振動が難しいな。ゴム飛びマスターできる日が来るんだろうか。まだまだ、ね、そうだ、私が見本を見せてあげよっか。いいえ、結構です。へい。みちちゃんはなんで引っ越ししたの？ねお父さんが転勤になったんだわ。そうなんだ。みちちゃんの声が聞きたいんだよな。せっせっせってやる？こっちは全く予習復習してないですね。じゃあ始めるよ。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押してね。はい。せっせっせーのよよよい。ドヒャ、うわ、あれ、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 ドヒャ、はい。間違っちゃったね。はい。終わりです。おい、お前ら虫相撲やんぞ。虫相撲厄介。ふん、俺様に勝とうなんて2万5000年早えぜ。どういうことなの？私もやるよ。はい、いらっしゃい。さて、じゃあ、全体を見るか。無国はオスムシ。あー、メス。メス一匹か。このでかいので行くか。まず俺が相手だ。でかい。向こうもでかい。頑張れ。なんかあの、紫色なんだよ。負けちまうよ。なんか、はい、出して、技出して、こういう時に押すのかな。もう押していいかな。ああ、今矢印出たね。もう押したら負けな気がする。俺の勝ちだぜ。あの、こいつに曲げるのは腹が立つんだな。三角ボタン押すと矢印出るんだけどさ。うわ、負けちまうよ。おお、負けたよ。技レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。次は私だよ。え、ついたの。勝ってね。いや、この三角ボタンで出る、これ怒らせてるってこと？
ああ、そういうことか。負けないで。あれ、止まってる時にできるってことが、やりすぎたわ、今。絶対やりすぎたわ。この時はできないってことか。できてなかったのか。なるほどね。いいわ。ノコクワにはもう早々に見切りをつけて。コクワ型でいこう。ぶちかまし強かったな。何それ、何それ、なんで急に受け身になった。なんとなく出してみる。負けないで。おー、いいじゃん。でもなんかメスはある。あ、それがあれか。自分ボコってそんなんじゃないよね。そんなんじゃなかった気がする。それ強えな。それもっと出してくれ。なんで後ろ下がった。いけいけいけ、もう一回だ。待ってね。私の勝ちっしょ。ちょっとどういうことなの。どういうことなのよ。やっぱダメだな。この虫相撲早々に終わりそうなんだけど。いや、行こう。勝ってね。あの土俵際とかで叩いた方が良かったのかな。まあ最初のうちはこんなもんだよね。泥試合叩いてやったぜ。負けないで。あの赤いのがあれなのかな。怒り状態ってことかな。で、技を出しやすくなるみたいな。ゴー。動かねえじゃん、だって。ダメっしょや。私の勝ちっしょ。はい、負けました。終わり終わり。じゃ、したっけ、したっけ、バイビー。はい、したっけ、バイビー。そんじゃ、ボクくん、また虫相撲をやりたくなったら、呼んでね。うん、もう虫がいねえけどな。はい、じゃあ、こっから飛び込みましょう。なんかだんだんあれになってきたね。ルーチンになってきたね。